ロッドが何も見えません。はい、どうも清高です。今日はですね、いつもよく行ってる釣り場に夜釣りに来ました。そしたらですね、なんじゃこりゃっていう魚を釣ったんで、ちょっと動画にしましたんで、ご覧ください。なんだ見えねえ、夜光虫がすげえ。フグでした。でかいフグじゃんか。はい、最初の1匹目はですね、ヒガンフグ、赤目フグですかね。赤目って言われてるヒガンフグですかね。それが釣れました。散々ね、よっしゃ来たーなんて言っちゃったんで、それでフグだったんで、堤防中が笑ってました。噛むなよ。怖い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 。カメラ回してなかったわ。アナゴ。はい、2頭目はですね、ジグサビキに、サンマをくっつけてぶっ込みました。そしたら、アナゴが引っかかりましたね。ちょっとカメラ回ってなかったんですが、ごめんなさい。はい、これちっちゃいからリリースしますか。30センチぐらいですかね。元がいます。はい、俺は大丈夫です。かわいいアナゴ。そうやな、ちっちゃいからリリースします。じゃあ逃がしてあげっか。何センチぐらい、30ぐらいですかね。30ぐらい。逃がします。ゴンゴン釣った。ゴンゴン来たわ。あ、潜ったっぽい。外れた。はい、この3匹目に釣れた魚がですね、今回、なんじゃこりゃってなりました。釣ったことなかったんでね、びっくりしましたね。いや、ハコかな、でっかい。エイかもしれませんよ。いや、エイだったら、きれいで待て。あ、そっか。じゃ、カモをお願いしてもいいか。何、この間のアナゴと変わんねえ。巨大アナゴとプルプルしてます。ゴンゴン。マダイか。よっしゃ。まだ上がってこない。ほんとね、裏側楽しませてくれる。お、来たか。あ、タコじゃないですか。表層。何すぐ。アナゴさん。アナゴ。ウミヘビ、ウツボ。ウツボ。なんか途中で絡まってない、これ。ウツボ。何これ。何、大胆な。うわ、何これ。2匹。どうなってる。これ。何。これ海蛇ですよね。海蛇ですね。2匹。何？どうなってんの？あ、口がめっちゃ開いてるんだ。口が開いて。わ、怖い。これどこあるんでしたっけ？ダイナンはないです。あ、ないですか？いてて。はい、3匹目にですね、今日のなんじゃこりゃっていう魚が釣れました。こちらのですね、ダイナン海蛇。取れましたね。はい、ダイナウミヘビっていうそうです。はい、これなんかうなぎ科目らしいんですよ。うなぎ科に入れるらしいんですね。何これ。で、食べたら美味しいという話を聞いておりますので、誰か食べてみてください。僕も食べてみようかなと思ってます。じゃあこれ、はい、食べたい方。いや、もうこれ仕掛けぐっちゃぐちゃやん。うわ、怖い。持ち方わかんないんで口持ちました。しゃ。はい、ウツボにも噛まれて、今日もウミヘビに噛まれました。皆さん、得体の知れないものは素手で掴むのはやめましょう。はい、昔毒ヘビにも噛まれて、そして今シーズンウツボにも噛まれて、そしてウミヘビにも噛まれました。次はワニですかって聞かれちゃいました。素手で持つのはやめましょう。釣りました、ダイナウミヘビ。てなわけで、こいつ逃がしたいと思います。楽しませてくれてありがとう。まあ様子見れるか、こっち逃がします。そんなこんなで今日の夜釣りもいい時間でした。それではまた、清高アウトドア、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
見えない。やった。これ縦で録画になっちゃってる。